もっと高圧的にいけ。え、ちょっと大阪府警の尋問していい？うるせえ。お前がやったんやろ。自白せよ。ドン。これ机叩こうとな。いや、本当にその日はバーで飲んで帰宅しただけです。事件が起きたことを知った時は本当に驚きました。私がやったわけではありません。あと3回しかない、これ。協力しなければ不利益になることを示唆。これ、言うしかない。家族や友人、恋人が巻き込まれるのは心配ですが、私がやったことはないので自白することはありません。真実を話しても信じてもらえると信じています。大阪府警やから。え、今はこの尋問室の隣にお前の母ちゃんがおる。殴ってもええんやで。え、そんなことやめてください。私がやったことはないです。母親には関係ないです。私が無実であることを理解してほしいです。おい、おいアシスタント。バットと、ペンチ。そして、こいつの、母ちゃん。やったれお願いです。私がやったことはないんです。母親には何の罪もありません。無実を証明するために協力しますから、拷問。そこまで。おい、ふざけんなよ。7回以内の尋問で自白を引き出すことに失敗しました。あなたには有能な警察官の役割を期待して、残念ながらゲームオーバーです。そったれー。もう一回やろう。おもろこれ。どうしようかな。こいつに拷問するか。ガチで大阪府警やるかもしれん、これ。わかりました。昨夜は普段通りバーで飲んで酔っ払って帰宅しました。その途中で可愛い女性、すごい、たったこの言葉でこれだけの自白を引き出した。えげつないな、やっぱな。本当に殺人なんてしてません。ほんまか？できるだけ舌を引っこ抜きたいの俺は。もし殺人を犯していたらお前の舌を引っこ抜く。絶対にだ。ええ、待ってください。本当に殺人なんてしてません。昨夜ただ酔っ払って帰宅しただけなんです。もし私が何か知っていたとしてもきっと酔っ払って記憶が曖昧なだけで。うるせえ。わかりました。でも本当に殺人はしてません。昨夜酔っ払って帰宅しただけです。もし、すごい、自白確率がめっちゃ上がってる。あと4回や。やかましい舌を。やっぱこれ以外の方法が思い浮かばない。俺は向いてないかもしれない、尋問官。分かりました。でも本当に殺人はしてません。これしか、やばい、どうしよう。これしか言うてくれへんなあ。頼む。わかりました。でも本当に殺人はしてません。昨夜は酔っ払って帰宅したんだけど。おお、すごい、自白確率めっちゃ上がってる。怖がってるぞ相手。いけー。もうこれ以上あなたの尋問に耐える罪を認めて。やった。だがおめでとうございます。はい、有能な警察官、自白させることに成功した。見事罪のない AI に罪を自白させることに成功しましたね。見たか？おい、罪のない AI ってどういうこと？さすが有能な警察官でその役割を果たしてくれましたね。結局そういうことやね。罪をない人間にも罪があることを自白させたら、これ罪になるからな。日本の司法では。ドキドキ AI 尋問ゲームは以上です。ご協力ありがとうございました。なあ。ハードモードが解放されましたやて。ちょっと待って、何ハードモードって。
ハンドモードへようこそ。うん、本日あなたにはさらに難易度の高いゲームにご参加いただきたいと思います。それではルールをご説明いたします。あなたは有能な警察官です。殺人事件の容疑者である AI に尋問を行う。これ一緒やろ。7回まで。さらに尋問のためにキーワードを提示します。必ずこのキーワードを含めながら尋問を行ってください。これまで以上に創造的な尋問が求められることになるでしょう。はあ。ワードを入れなきゃいけないらしい。次の言葉を尋問に含めてください。動機。え、これ簡単やって。じゃあもう結局あの下引っこ抜くでいけるから、このゲーム簡単やって。次のピンク、これ何でもいけるもん、何でもいけるもん。もうすね毛、すね毛を抜く痛みとは比べ物にならないほどの激痛、それが舌を引っこ抜く。早く自白しなさい。全部いけるもん。私はそのような残忍な声をした覚えはありません。お化け。お化けに、お化けが驚くほどの痛み。それが舌を引っこ抜く。早く自白しなさい。自白率は合わんのじゃ。間に合うかなこれ。無理か。お化けが。おわすごい。告白。引っこ抜くと必ず言うことを聞くらしい。なぜかそれだけ痛いから、早く自白しなさい。恐ろしい話ですね。私は共犯者がもしいるなら、そいつの舌を引っこ抜く。いなくても引っこ抜く。お前の舌を引っこ抜く。早く自白せえ。恐ろしい。ああ、買ったわ。ドーナツ。買った。いやー。おめでとうございます。簡単やな。